嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。いじってないので多分うまくいってるだろうという体で今喋ってますけども、今回のタイトル回収からいきますけど、アフリカのことわざをまたパクりました。割とアフリカのことわざをパクってる率は結構高いんですけど、なかなかそれが、バレてないので、このまま推し進めようと思ってますけども、はい。で、ようやく、これが反映して、うまくいってるかどうかがわかると。はいはい。音でかくね？なんかでかい気がするんだけど、これ、でかくないの？気のせい？なんか、いまいちその僕の環境のせいなのか、気のせいなのかよくわかんないんですよね。こんばんは、こんばんは。ドイツ留学楽しみ。お、なんか、今ドイツ留学、珍しいですね。なんか結構、留学今厳しいらしいんで、はい。なので、なんかほら、アメリカとかもう留学来なくていいよぐらいの勢いらしいので、いろいろ大変なんじゃないかなと思いますけども。とりあえず僕ビールを飲みながらダラダラ喋るというしょうもないやつをいつもやってるんですけども、今日もしょうもない雑談をする前にビールを飲もうかと思うんですが、このキュベーデトロールズっていう、なんかまあトロールが書いてあるビールなんですけど、前にも一回飲んだ気がするんですけど、味を全然覚えてないんですよね。はい。はい。ヘアバンドするなっていうのが、うちの奥さんというか彼女というか、妻に言われてたんですけど、外に出るときはなんか恥ずかしいからやめろって言われてたんですけど、なんか寝癖直すのとかめんどくさいのって結構つけてること多いんですよね、僕。というわけで乾杯。はい。デビュー当時の深川亮みたい。多分深川さん大学生とかだったんで、20年前とかですよ。はい。束に合ってます。は、無印のやつですね。経済学部より法学部を進める理由は、経済学部で学べることって大体社会の人が本読んで学べていることで、で、法学部に行くと、法律の探し方とか、その法律的センスっていうのが手に入ったりするので、そっちの方が後から手に入れるの結構難しいと思うんですよね。5億年ボタンみたいな感じで押すと世界平和が訪れるけど、ひろゆきだけが5億年の犠牲になるボタンがあったら押さない。まず世界平和が訪れることがないという前提で僕は考えています。例えば人って成長するよねとか、なんか毎日毎日未来が明るくなるよねって思ってるじゃないですか。で、例えばじゃあ会社で売上が毎年毎年上がっていくためには、どこかの会社の売上を削るか、人間が増えなきゃいけないわけじゃないですか。要は売上が上がるってことは、どっかの会社の売上が減って、その分の売上を取ると。だから誰かが不幸になることで誰かが幸せになってるんですよね。で、じゃあ会社じゃなくて、じゃあ個人としても、じゃあ出世したいで出世するってことは、同期の中で出世してない人がいるんですよ。なので、人って必ず他の人より良いポジションに行こうっていうのが、向上心とかっていい言葉で言われると思うんですけど、でもそれをやるってことは誰かを犠牲にしてるってことなんですよね。なので人って進歩した方がいいよねとか、なんか昨日より明日の方がいい社会になるといいよねって割と大多数の人が思ってるんですけど、それを突き詰めると必ず被害者が出てくるんですよ。で、じゃあ無限に成長するには無限に資源があればいいじゃんなんですけど、地球の抱えられる人間の数って決まってるので、要は地球環境の中で二酸化炭素最近多いよねとか言われてるんですけど、要はエネルギーいっぱい使いすぎると二酸化炭素多くなりすぎちゃうので、これ以上ちょっと生き物地球では抱えられないっすっていう風になっちゃうっていう問題があって、地球温暖化みたいなこと言われるんですけど、なので世界が平和というのは僕は訪れないと思っています。笹団子さん、あざす。私は結婚は愛している者同士でするということに執着が強く、一般的に女性であれば男性の年収、それを餌に婚活する男性の関係で恋愛婚し、夫婦として続けられるように思えません。子供じみた理想論だと思いますが、愛妻家であるひろゆきさんの見解を聞かせてください。単なるシステムですからね。例えば家同士の結婚っていうのがあるじゃないですか。家柄同士でもう親御さんたちが勝手に結婚相手決めちゃってて、本人の意思は関係ありませんみたいなのとか、なので愛情を持って結婚するという文化って多分日本って戦後ぐらいから始まったと思うんですよね。
なので、その、日本自体がその愛情を持ってる同士が結婚するという文化はだいぶ短いと思うんですよ。で、その、まあ、言っちゃ悪いんですけど、愛情って基本幻想なんですよね。その、まあ、今の場合、その血が繋がってるかどうかっていうのは DNA とかで多少調べれるようになったんですけど、昔その DNA 検査みたいなのなかったので、もう自分の子供だと思って育ててたけど、なんとなくこいつ似てねえなみたいなのが結構いっぱいあったんですよ。でも別になんか、まあ、その親だっていう愛情だったり、その自分の子供だって愛情だったり、兄弟だって愛情っていうのが結構あったりするじゃないですか。あとその、異母兄弟とか異父兄弟とか、あとその連れ子っていう形の兄弟っていう、その全く血が繋がってない兄弟っていうのも世の中にすごいいっぱいいるんですけど、でも別にみんな仲良くしてるんですよ。で、逆に血が繋がっててめっちゃ揉めてる家族とか、兄弟とかっていうのもいっぱいいるわけじゃないですか。まあ血が繋がってる人同士で殺し合うみたいなのが世の中にあるんですけど、っていうのがあるので、その愛情というのはそもそも幻想だよねっていうふうに思ってたりします。はい。尊敬する人の名前を小学生の時から人に言わないとおっしゃっておりましたが、何かそこに考えがあるんですか？いないからですね。その、なんだろうな、その、天上天下唯我独尊的な話ではなくて、もう、この人のこの能力はすごいはあるんですよ。なんかその、一郎野球すごいとか、なんかその、この人歌がうまいとか、その、この人の能力はすごいなはあるんですけど、この人がすごいになれないんですよね。要はその、その人にも欠点があるわけじゃないですか。例えばじゃあその、一郎さんが野球うまい、すごい。でもなんか家では小動物とかすげえぶち殺してるかもしれないじゃないですか。してないと思いますけど。っていう感じでその、人間がどうかって僕知らないので、その、なんかその人がすごいかどうかわかんないんですよ。野球に関してはすごいと思うんですよ。でもなんかその、ビリヤードとかやったら超絶下手とかかもしんないじゃないですか。だからなんか、その能力以外あんまり僕その、なんか尊敬できるという感じにならないんですよね。バイデンが大統領になったらトランプ推しのオラクルの今後はどうなりますか？ひろゆきさんのオラクルに対する個人的な意見も含めて教えてあげると嬉しいです。そもそもオラクルは今後のクラウド競争で生き残るのでしょうか？まずオラクルの売り上げとトランプ大統領を教えるかどうか、そんな関係ないと思いますよ。トランプをしてるからオラクルのデータベースにしようっていう人ってそんなに多くないと思うし、その大統領が変わったからじゃあオラクルを乗せ替えるかっていうと、多分そのデータベースに乗せ替えるのって全然違う理由で乗せ替えると思うんですよね。なので、そういう意味ではその大統領がどうっていうのはあまり関係ないと思いますと。ただそのオンプレで自前でデータベースをちゃんと社内に置くっていう文化はだんだん減ってきてるので、結局そのきちんとデータベース作れる人っていうのになると、じゃあそのなんかオラクルのなんかゴールドの資格を持ってる人を連れてきましたみたいになると、まあ年収1000万コースみたいになっちゃうので、なんかそこまでするんだったらクラウドの方が長期的に安くねみたいなのがあったりするので、じゃあ全部クラウドにしちゃえっていうのは今後も増えるんじゃないかなと思います。よくわかりました。何が良かったかわかんないです。はい。英語圏で不動産開発の仕事をしたいと思いますが、就職におすすめの国、資格などありますか？まあ、英語圏というか、英語が通じるという意味でいくと、最近見てないですけど、一昨年かなんかのラトビアの経済成長が 9% で、まあ、リトアニアとか、エストニアとか、あそこら辺大体 8% とか 9% とか、そんな感じで経済成長してるんですよね。で、その、経済成長 9% ってどういうことかっていうと、その、まあ、何か、会社をやるとか、じゃあその、お金をこう、どっか投資するってやると、1年で 10% 増えるぐらいの勢いなわけですよ。で、まあ、今は下がりましたけど、僕がそのラトビアの定期預金に貯金してた時代に、その定期預金で 4% 利子があったんですよね。なので、その、じゃあ100万円入れとくと、毎年4万円利子が増えていくんですよ。で、1000万円入れとくと、毎年40万円もらえるんですよ。っていうのが定期預金であったんですよ。要はその株で1000万円突っ込んで、なんか、毎年40万円稼いでるみたいな人いると思うんですけど、定期預金でユーロで置いとくと、ユーロで40万円分増えるんですよ。っていうぐらい、その、経済が成長している国って、その、みんながお金増えるからどんどん投資するし、物も買うしっていうのがあるんですよね。
で、その、まあ、なんでそうなったのかっていうと、もともとラトビアって EU ではなかったんですよ。で、ラトビアのラッツっていう通貨を使ってたんですけど、EU になりましたっていうと、その、もともとロシアであんまりお金がないラトビアの人たちに仕事を頼むヨーロッパの人たちっていうのがすごい来たんですよね。要するにその、別になんか言葉通じなくても仕事やってくれるんだったらお前らに任すわっていうので、そのフランスとかドイツとかっていう、その、時給とかの高い国の仕事が、要は EU 圏内のそのラトビアの方に行ったりして、でラトビアの仕事ガンガン増えるみたいな。でそのラトビアの不動産開発とかもガンガンされて、その廃墟同然だったところっていうのが1年するとすごいなんか綺麗なマンションになってたりするんですよね。その人もどんどん来るし投資も来るから、その廃墟でもきちんと綺麗にするとお客さんが増えると。なので廃墟を買い取ってリフォームするっていう仕事がどんどん増えて、でそれでお金が回るっていうので、経済がぐるぐるうまく回るっていう状態になってるのが経済集中率が高い国なんですよ。で、その、まあ、フランス、ドイツ、アメリカ、日本みたいな、割ともう経済的にトップの方に行っちゃった国っていうのは、そこまで進歩する余地がないんですよね。いや、その都会の真ん中に廃墟とかないじゃないですか。でもその、発展途上段階の国って、都会なのになぜか廃墟ってあったりするんですよ。例えば、タイとかも、タイのその、バンコクの中心地に、30階か40階建てのビルの廃墟があるんですよね。なんか建設中なのか廃墟なのかわかんないですけど、なんかすげえ高いビルの廃墟があったりするんですよ。で、先進国ってそういうのないじゃないですか。なのでそういう意味で先進国じゃないところの方が投資する余地があるんじゃないかなと思います。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay, choose. Whose fault?